水野勝成、水野勝成は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、三河狩谷藩主、山和郡山藩主を経て、貧後福山藩の初代藩主となる。勝成は幼名を国松と言い、弱名を東十郎と言った。関西重州諸家父では母、明順には、都築義とよの娘としているが、水野家の文献では、本願寺。 三つの妹となっている。永六七年、千五百六十四年に、三河国刈屋の生まれとされるが、父、水野忠重は、当時、同国岡崎に住んでおり、記録と矛盾している。忠重が、和室家上司をしていた時代の子供であるから、和室家生まれとも考えられる。初人は天正七年、一五百七十九年の、とう海港天神白攻めで、 忠重に従って出陣するが、この時は、武田勝頼の撤退により戦にはならなかった。同年、徳川秀忠が誕生すると、勝成は入兄弟とされた。天正八年、1580年、父の忠重が、織田信長に引き抜かれ、刈谷の大名になる。勝成は、奥田城、西木城を任される。 同年の第二次高天神城の戦いに正しと共に参加史上を攻めた。しかし、戦いは翌年まで続き最後は、城から城兵全員が撃って出て、大激戦になったと言われる。この時勝成は16歳にして、子宮をあげ、信長から感情を与えられる。なお、この時勝成は城内に祀られていた天神社より、徒党天神像を奪い、以後これを守り本尊として、 肌身につけたという。天正十年、1582年、武田勝頼を攻撃した、天目山の戦いに加わった。本能寺の変の檻は、水野忠重、勝成夫氏は、京都にいた。東山の東福寺山林に三日間身を隠した後、東福寺境内の卓中霊原院にかくまわれる。霊原院の行為で、京都を脱出した後、 京国工事の巨城公衆王津城に入り、それから京国勢の手で刈谷城へ送られた。天正年0年、1582年、勝成は父のもとを離れ徳川家康の下で天正神後の乱に参加する。開古府、現在の甲府市において家康と北条氏直が退治すると、勝成は鳥居本忠、三宅康師弟と共に北条市中の陣に攻め込んだ。 黒駒合戦。これを見た、工場氏勝は、市中の救援に向かうが、勝成と、三宅康史邸はこれを返り討ちにした。なお、この攻撃に際し、鳥居元忠は勝成に出陣を知らせず、自分のみで行動していたが、これを知った勝成は元忠に追いついて、抜けがけだとして抗議した上で、今日より記伝の指図は受けず、自らの再確により戦を行うと、 戦闘を切って敵陣に突入したという。この戦いで勝成は自ら、内藤某の支給をあげ、数多くの支給をあげる。その後、北条氏と徳川氏の講和が成立。10月29日、和議の証として、大道寺孫九郎冒頭が人質として送られてくると、家康は、人質は、不要として、勝成、鳥居本忠、坂木原康政に三坂の城まで送らせる。 天正十二年、千五百八十四年の小牧、長久手の戦いでは、織田信夫の寄り木である忠しげに従い、徳川軍の石川和正と共に、岡田義堂のこもる星崎城を攻略する。勝成はここでも自ら戦闘を切って、城に突入するが、全道は野員に紛れて逃げ延びたため、城を占拠した。次に、小牧山から堺忠寺、坂木原康政、大菅安隆、 本田康やらと小畑城に移り橋場新吉を攻撃した。この際に、勝成が結膜炎の眼痛で兜を着用しておらず、鉢負けをしていたのを正しげが見つけ、お前は兜を小便器にしたのかと強く叱責する。これに勝成は反発し、父上ながら、あまりのお言葉、兜がないことで頭を割られても、それは時の運である。一番死を取るか。 自分が取られるか見ているが良いと、糸まごいを申し出て、馬に乗ると、そのまま、新吉騎下の城、えりただしの陣に突入し一番手を取って、家康に持参した。以後は、家康のもとで行動し、家康敗下のいい直政と武勇を競った。森長吉は、水の家臣、水野太郎作記憶の足軽、杉山孫六が射殺した。しかし、父からは、先駆けは軍法に背く者。 許さぬと怒りを買った。天正十二年、1584年の、蟹江城合戦では、家康の旗本衆と行動を共にする。勝成は、伊賀者と共に真っ先に乗り込み、茎船二層を乗っ取る。勝増の小滝川三十九郎と一騎打ち。勝成は三槍入れりも二箇所槍を入れられ、双方傷を負い、三十九郎は、大手門に逃げ込む。この時、 服部とりともつえりの甥いは勝成に属して、武功を挙げた。家康、信夫が、橋場秀吉と伊勢国桑名で睨み合う陣中において、父、忠重信家の部下を、自らの不行情を報告したとして切り殺したことから、忠重は激怒し、勝成を方向がえ、事実上の他家への士官禁止とし感動した。その後しばらく家康によってかくまわれすかぐ 清ヨの寺に引きこもっていたが、正しげの追求があり逃れた。以後、美濃、終わりの縁者のもとを転々とし、ついには、京都に行く。京都では、従者も連れずかっ歩し、南禅寺の山門に寝泊まりし、町に出ては、多くのブライノと交わり、清水では、大いなる喧嘩を始め、多くの人を殺害する事件を起こした。天正十三年。 1585年3月27日、織田信夫の肝入りで秀吉の陣営に入った勝成は、奇襲祭化ゼメに参加した。同年に、四国征伐、第二次四国征伐が行われることになると、戦国秀久屋中として、これに加わった。この戦の直後、勝成は、豊臣秀吉から、摂津国豊島軍700国の治業を授かっているが、間もなく、治業を捨てて、 中国地方に逃亡し、六左衛門と名乗るようになった。秀吉から資格を放たれたという。勝成自身は、この時期の行動を記録に残しておらず、詳細ななり利益は不明である。天正十五年、1587年には、日後領主、笹成政に戦国で召し抱えられる。熊部地神奈川の反乱、日後黒人一揆が起きると、 菊池白攻めで一番槍を上げ、熊本城救援戦で先鋒となる。この戦いでは武勇を知られた阿波鳴門の助、後に天子十勇士に挙げられると先行を競ったという。成政の要請に応じた立花宗主が反乱側に包囲されていた平山城を小詰めした際には、立花家の十字連邸、安田国次と共に働き城を救っている。一説によれば、 熊辺親子を撃ったのは、勝成であると言われる。乱後に、成政が、一騎発生の攻めを受けて切腹させられ、小西幸長が肥後を領することになると、武前領主、黒田義隆に仕官した。武前国人一騎では、野中鎮権が籠もる長岩城を攻めあぐねた、黒田軍が区際に、後藤元次ととのを争った。その後、豊臣秀吉に敗越するため、 回路大阪に向かう吉高の着難、黒が長政に随伴したが、貧乏国と物裏で下船し出奔した。長政に、創船の手伝いを命じられ憤慨したためとも、過去に秀吉の怒りを買っており大阪駅を嫌ったためとも言われる。天正16年、1588年には、小西行長に戦国で仕官する。天正17年、1589年の天草後、 人衆の反乱、天正天草合戦では、雪長の弟、小西朱伝助の副将を務め、当時小西家に主管していた阿波成との助と先行を、競った。敷地陳教の本拠敷城を、加藤清正の援軍と共に、攻略、さらに、天草種元の本土城を落とした。その後、雪長の元を去り清正、次に、立花宗茂に主管したものの、いずれも間もなく出奔した。 ここから勝成の流浪生活が再び始まり、その足取りは様々な伝説と憶測と逸話に彩られ、諸説ふんふんとしている。最終的に、備中国なり和の国人、三村近茂の触覚となった。文禄三年、1594年9月、月見会の席上で、作法上の問題で、茶坊主の処置を無礼なりとして、これを切って出本するが、翌年正月、 再び成和に帰り三村家の触覚になった。この時勝成は、世話役の娘に手をつけ子供を設ける。これが、室となる男であり、この子供が後に、福山藩、第二大藩主となる勝利である。慶長三年、1598年、秀吉の死去により、豊臣政権が混乱の様相を停止始めると、翌慶長四年、1599年、 勝成は妻子を残して上落し、徳川家康の幕下に加わった。そして、家康の養請を受けた山岡影友の仲介により父、忠重と15年ぶりに和解する。同年4月22日、勝成の妹、金姫、後の正常院が家康の幼女となって、加藤清正と結婚。慶長5年、1600年に家康に従って、 アイズ伐のため下月小山に祝辞している。7月18日、三河国小池湖小船にて、正重は、高井和持から西軍に誘われるも断ったので、殺害された。その場で殺害された、おもちの懐から、石田三成より、家康関係者を殺害することによって、領地温床を与えるとの書状が出てきた。7月25日、家康に従軍していた勝成は、一旦、 カリ城に帰り、三河国カリ三万国の家督相続を命じられた。以後、家康の側近になる。水野家投主となった勝成は、合図聖伐中止によりカリ城に戻り、関ヶ原の戦いへと出陣する。9月13日、島津義弘の足軽が、曽根城に鉄砲を打ちかけてきた。いいな本田忠勝から、六左衛門殿でなくては、 この戦は手に合わないので、直ちに、島津勢に軍勢を差し向けてもらいたいと懇願される。勝成は弟、水野忠種と共に、曽根城の防衛に向かう。勝成が、楽殿の陣の矢倉に鉄砲を打ちかけると、島津はさっさと楽殿より引き上げてしまった。翌日、勝成は、関ヶ原への従軍を家康に願い出るが許されず、大垣城への抑えとされた。 そこで十四日、深夜、松平康永、西尾光京、津軽ための部、松下茂津奈良と共に、石田三成が出撃した、直後の大垣城を攻めた。三の丸を選挙。二の丸に攻め入るもその場で火を放って撤退。関ヶ原本線の勝利の情報が届くと、囲みを解いて、そ根に撤退。そのため、大垣城には、本線の敗山兵が入り、 大敗を吹聴したため、木内の指揮はが開する。勝成はたまたま、秋月市長と知り合いだったので、上昇を暗殺して、内容の身を示すならば、給料安度の労を取ろうと伝えた。16日の夜、相良頼房、秋月市長、高橋元種が内通を申し出、18日に、柿見和ズを、熊谷直森、木村義信、木村豊等の支給を持ってきた。 二十三日に、首相の福原長隆は降伏して城を開け渡した。この際に勝成は、石田三成から長隆に与えられていた、正宗の名刀を奪っている。工場軍が、城兵に長さんを呼びかけていたこともあり、城内には三十人程度しか残っていなかったが、その中に、輝持の息子、八八郎が残っていたので、これを殺して、父の仇討ちとした。勝成は、 福原長隆の除名を願い出るも、許されず切腹となった。石田三成、小西行長、安国寺家が、大阪、堺を引き回されているとき、勝成は用意していた網傘を被せてやった。これは、九州、行長への義理と考えられる。狩野城は、勝成の手によって、金星城閣へと改修され、徳川家康の故郷である、 三河国の重要拠点となる。勝成が築いた江戸時代の狩野城は、多数の河川が合流し海までつながる入り江となっていた。場所に都市津子山を利用した平山城で、その姿から別名で、貴城と呼ばれた。慶長六年、1601年に勝成は十五石下に除任され、ヒューが守るを名乗った。ヒューが守るは、明智光秀が名乗っていたため、 それ以来名乗るものがなかったが、勝成は気にすることなく、笑い飛ばし、逆に日向神を欲したという。以後は、その勇猛さから、鬼日向と、あだなされることもあった。慶長7年、1602年8月28日、勝成のおばにして、家康の母、お代の方が亡くなる。慶長13年、1608年、勝成は、備中国なりから再死、 おとと勝利氏を呼び寄せ、同年勝利氏は徳川秀忠に仕えることになった。慶長19年、1614年の大阪冬の陣では勝利氏を連れ参加。幕露淵取りでの視察を長井直勝と行う。その後、攻略のため幕露淵に仕寄せ、工場設備を築くが、勝成に手柄を独占されることを嫌った。八須賀賃が翌朝に取り出を攻め落とした。 12月1日、森忠政が天馬橋を挟んで銃撃戦をしていると、家康の指示で戦闘の収集に出向く。夏の陣では、山和口方面、山和方面軍の戦方大将に指名されるが、勝成の性格を知る家康はこれに先立って、将であるから、昔のように自ら戦闘に立って戦ってはならないと、厳しく命じている。京都を立った勝成は、 山城国長家から奈良に進み王の春婦佐の奈良焼き討ちを阻止した郡山城の戦い。なお、この時には大阪法から鬼日向の異名で知られていたようで、大野軍は勝成の馬印を見るや退却していったという。奈良に着いた勝成は法隆寺から河内国府に軍を進め、本田忠政、松平忠明、伊達政宗、松平忠輝らと合流する。 東軍の山和口の諸将は、4月28日以後は、いずれも奈良及びその付近にあった。5月4日、勝成は秀忠に呼ばれ、伏見に行き、敵に奈良を焼かせなかった孔として、黄金50枚の賞を受けたが、そのまま夜を徹して、南に帰り、5日には、堀直より、松倉重政、別所まご次郎奥田忠治、牛心、及び中山寺守る、 村瀬重春らと出発して、午後四時には、国部について宿営した。兵数約三千八百である。六日、河内国式の軍道、明寺村付近において、後藤元寺と交戦する、道明寺の戦い。前夜のうちに、短期で小松山を登り、地形を確認。ここに敵を誘い込んで撃破する作戦を行い、図に当たる。ここで勝成は、 家康の命を無視し軍の大将にもかかわらず一番槍を上げ、元寺の部隊を壊滅させた。さらに本田村に兵を進め、渡辺忠と先端を開き、忠に深手を負わせた。そのまま追撃戦になり、鈴木き田兼助は、勝成の家臣、河村重長に打ち取られた。そこに、大阪方の後衛の真田信繁、毛利勝長、赤嶋正則、 王の春ながらの軍が進軍してきたためこれと退治。ここで勝成は敵を討ち取りたいため先端を開きたい胸を隣に陣を構える伊達政宗に両三度申し入れたが弾薬不足や死傷者の多さを理由に二度拒絶され、三度目には政宗が直接勝成の元を訪れ同じ理由で拒絶した。そのため大阪方と徳川方は睨み合いの状態となり、 のち豊富方が撤退したため、戦いは終結した。翌日、大和方面軍は、家康の命により、住吉に向かった。天皇寺口において、真田信繁隊が家康の旗元へ攻め込んで、家康を阿波谷の目に合わせたとき、水の隊は、天皇寺へ駆けつけ、越前松平隊と共に戦って、茶臼山を落とし、後方を遮断。勢いを失った。 真田信のは、松平忠直と、本田忠政、松平忠明に足止めされていた。そこに勝成は、勝愛院の西の方から六百人ばかりで、真田隊に攻め寄せた。味方から敵を受けた真田隊はついに壊滅した。信ぶし下の大や義春は、勝成の隊に撃たれたとの情報もある。その後、越前松平隊は、 赤島正則に崩されて、勝成の軍に逃げ込んでくるが、勝成はこれを叱責。槍を手に自ら先陣に立って、これを押しとどめ、全昇の,の部隊を撃退した。この時勝成は、自ら二つの支給を挙げ、赤島正則は、勝成家臣、右は三江門が打ち取った。大阪城桜門に一番旗を建てる。永長年、1615年に行われた。 大阪の役の論功交渉では、先行、第二とされ、山と氷山に三万国家族の六万国で、転法される。これは依然正常不安な旧、と臣とみに睨みを利かすために、勝成を配置したものであるが、大阪の陣での勝成の先行に比べて、いかにも過小評価と考える人は多かったらしく、勝成自身は二、三十万国の治療を期待していたが、 家康の命に反して二度も、勝成自身が、戦闘に立って戦ったため、家康の機嫌を損ねてしまったとも言われる。この処遇に勝成は立腹するが、徳川秀忠は勝成を呼び止めてなだめ、家康隠居後に十万国の治療を約束したという、水野氏側の伝承が伝わっている。郡山では破壊された城を再整備し、カリから寺社を移転させるなどし、城下を整備した。 元那三年、1617年11月22日、聖母の妙春二が亡くなる。元那五年、1619年、福島正則の海域に伴い勝成は秀田だから、郡山に代わって、備中西南部と微後南部の福山十万国を与えられる。微後国は勝成が、放浪時代を過ごした場所であったため地則に詳しい。 受領にあたっては幕府に尾道と笠岡との交換を要求し認めさせたと言われる。入法に際しても海上交通を重視し、当時の中心地であった神戸と成長であった神戸城に変えて瀬戸内海に近い京の山市に新たな城、福山城と城下町、福山を築いた。福山城は武家諸法度で新規築城が禁止された中で例外的に認められた。 金星城郭で最後の城であり、五重の天守に七木の三重、矢倉や長大な多門矢倉を持つ十万国の城としては破格の大きであった。福山入宝後は反省に尽力し、放浪時代に新十死後に没落していた三村近下家を功録で、過労職に迎えるなど、放浪時代の人脈を活かし、在地領主、豪主を積極的に登用した。 城下町の建設にあたっては、江戸の神田城水に次ぐ規模を持つ、城水道網、福山給水道を整備し、瀬戸内海から運河を城まで引き入れるとともに、大船団を組織し城下に係留させた。産業育成では土地を無償で値地主を免除するなどして、城下の振興を図り、寛永7年、1630年には、全国初とも言われる反札を発行した。また、 イグサの生産を統制し、福山藩で生産される畳表は、ビンゴ表と呼ばれ、全国に最高級品として知られた。地水工事や、神殿開発や、鉱山開発、タバコの栽培も、積極的に行い、現在の福山市の石を築いた。特に、日田開発は、後の水野勝新死去に伴う、海域の際の検知では、約5万国分の新たな国高を有していた。 このほかビ貧ゴ国一宮である、スサノオの神社、木別神社をはじめとする貧ゴ国内各地の寺社を復興し、丘陵である郡山や刈谷からも寺社を移転させるなど、宗教の保護にも積極的であった。家臣の統制には、目付などの監視役を置かず、ハットの発布や生死を取ることもなかったが、問題は生じず、この噂を耳にした隣国の備前岡山藩を藩主。 池田光翼は、了承の中の了承と評したという。水の時代の福山では、一度の農民一揆も起こって、いない。官営元年、1624年、朝野家の亀田高綱出本騒動を調停する。官営三年、1626年には、第三代将軍、徳川家光の上落に従い、十四位下に昇進し、相模国愛公軍厚木村、 現在の神奈川県厚木市の霊霊霊国を数をされる。寛永十年、一六百三十三年、家光の布教を買った堺重澄を預かる。寛永十四年、一六百三十七年、江戸城、本丸天守の建設に功があり、水野家の江戸屋敷の奉行は、銀、自腹等を賜った。寛永十五年、一六百三十八年、幕府から、 島原の乱鎮圧への参加を要請された勝成は、着死、勝利市、孫の水野勝貞を伴い、約6千人を率いて、幕府軍に加わった。これは、幕府上司を除き九州の大名以外で、唯一の三人であり、老齢、当時75歳にもかかわらず、勝成の戦歴を評価されてのことであった。田尻村、高浜において、同村産の極数の木を潜在として、 軍戦大天輪丸を作る。徳川家光は、勝成に、松平信綱、戸田市鉄と同格の相談相手になることを命じる。勝成は2月24日に、島原に到着し、同日に、松平信綱の陣で諸将が集い、軍議が行われた。ここで勝成の提案により総攻撃が決定され、2月28日に開始されることになったが、 鍋島勝重の抜けがけにより二十七日に攻撃が始まった。勝成の陣は原城方位の最高列であったが、鍋島軍が三の丸から攻めるのに対し、水野軍は本丸を直接攻略し、勝成の着手、勝利とと有馬直澄の着手、高順が本丸の一番乗りを争った。しかし、勝成が前線指揮を取っていなかったからか、 水野勢は同時に100人を超える戦死者を出すことにもなり、勝成の戦歴で最大の損害となった。戦後、勝成は、板倉重政を打ち取った、小牧根智房の死宮の前で一曲舞う。また、重政の息子、板倉重則が、父の仇を討たんと奮戦したことを称して、勝成は、自らの宇田くにの刀を与えた。また、黒田家臣の郡章太夫。 群衆法の後継の活躍を称えて、坂月を与えたり、黒田一世、黒田一人親子の活躍を称える手紙を出した記録が残っている。なお、島原の乱は幕府に配慮して、軍港を知るすことがはばかられたため、勝成は幕閣主導に大きな不満を持ち隠居を決断した。島原の乱の翌年、寛永16年、1639年に家督を、 着し、勝都市に譲り一分歳と合する。しかし、隠居料の一万国を、領内の投資に注ぎ込むなど、反省への関与は続けた。寛永二十、千六百四十三年、京都大徳寺で一年間、禅の修行をする。正康元年、千六百四十四年、発大となり早急と合す。慶安四年、千六百五十一年に、 福山城内において八十八歳で死去し、福山城下の菩提寺、県中寺に葬られる。神道の例では葬瓶明神として祀られ、福山城北にある福山八幡宮の境内に葬瓶神社があるほか、茨城県の有機城市脇にも葬瓶社がある。また、徳川二十八神将として、日光東将宮に廃止される。大正八年、1919年、 じゅさを追蔵された。他に放浪時代に、美まさ国の国人、安藤国定の娘婿になっていたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。